こんにちは、ブラックパレードの良平です。今回も始まりました BP ニュース、本日は引き続きですね、12月4日に開催される横浜ホットロットカスタムショーで、販売するアイテムをご紹介していきたいと思います。はい、というわけでですね、今日ご紹介するものは、横浜限定というわけではないんですけれども、横浜先行販売という形に、なります。はい、で PV を見ていただいたと思うので、もうご存知かと思いますが、こちらです。東洋スチールさんとコラボレーションで、工具箱、小物入れを、作らさせていただきました。はい、というわけでですね、これもかなり大きな企業様とですね、コラボレーションになるんですけれども、知ってる方はね、多分この東洋スチールさんのことをね、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、結構いろんな形の工具箱だったりとか、カートだったりとか、そういうものをね、日本でメイドインジャパンで、作られてるメーカーさんなんですけれども、結構大きなブランドさんとかもね、コラボレーションされてたりとかっていうするところで、今回ちょっとご縁がありまして、正直僕も昔、やっぱりね、 BP 始めた時からこういうアイテムっていうのは、その服以外の小物っていうところは、やっぱりこういつか出したいなっていうところはかなりあって、で、やっぱりバイクだったりとか、自転車だったりとか、そういうところでやっぱその工具箱っていうのはなかなかやっぱり1個はね、持っときたいアイテムかなっていうところで、僕自身も、例えばガレージとかに、置いといてもらったりとか、それこそ僕はもうアメ車がね、何かしら工具いるかなと思って、これをこのまま工具入れて積んでいこうかなと思ったりするんですけれども、工具だけじゃなくて小物入れだったりとか、僕とか今ね、こうやって YouTube 撮ってる機材とかもあるので、そういうのをこうまとめて入れとくものにしたりとか、あとはそれこそ乗る時のアイテムだ、サングラスとグローブ入れとくとか、そういう使い方もできるので、結構いいかなと思って、今回は、ちょっと頑張って作りました。はい、じゃあちょっと早速見ていきたいと思うんですけれども、こちらですね。はい、で東洋さんの、Y350 という型番になります。いろんな形出されてるんですけど、これが一番いいかなと思ってこの形にしました。はい、というわけでこちらになります。はい、全体はですね、このマットブラック、BP らしい、マットブラックで、カラリングされていて、このトップとボトムのところにプリント、そして、ここにプリントが3箇所入ってるようなものになります。構造としてはですね、非常にシンプルで、ここをですね、ガチャンと開けていただくと中が開くという、ちょっと今中にね、この仕切りが入って、これは使っていただいてもそのまま外していただいてもどっちでもいいんですけど、金属ではあるのでマットとして使っていただけるので、あってもいいかなとは思います。はい、でもちろんですね、メイドインジャパンという刻印もバッチリ入っておりますので、いいのかなとは思うんですけども、こうやって持ち運びすることもできますし、本当にこれインテリアとしてね、こうやって置いといていただいても、こうね絵になるのかなというところはあるので、工具ね、大体皆さんお持ちかと思いますけれども、そうでない方もね、ぜひ一個手に取っていただければなと思っております。はい、で一応こちらがですね、横浜ホットロットショーで先行で販売させていただきます。で正直ちょっとこれかなり数があって、で全部は持ってけないんですけど、ロッドショーになんで、ある程度の数をロッドショー持ってって、もし売り切れてしまった場合は、その翌週にですね、オンラインサイトの方から、発売しますので、もしロッドショーで、僕らがちょっとね、数見余って、ちょっともし少なければ横浜の方で買えない方とかももしかしていらっしゃるかもしれませんけれども、そうなった場合はウェブでも販売しますので、ご安心いただければなというふうに思っております。はい、そんな感じで今回はですね、こちらの、東洋スチールさんとのコラボレーションのツールボックスですね。はい、ここにツールボックスも書いてありますけど、工具だけじゃなくても、小物とかでも使っていただけるかなと思いますので、よければお家に一つぜひゲットしていただけるとありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで、あともう一回ですね、BP ニュースとして、ロッドショー前にもう一発小物類がね、ちょっと、アイテム持ってきますので、そちらの動画をまたアップさせていただきたいなと思いますので、引き続きチェックよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。